ケナンソホーグルは、トルコアダパザル出身のオートバイレーサー。スーパースポーツ世界選手権2007年、2010年、2015年、2016年チャンピオン。地元トルコのスーパースポーツ選手権を制した後、2002年には、ドイツに渡りヤマハ r 6カップを制した。翌2003年には、ドイツロードレース選手権のスーパースポーツクラスに参戦し、シリーズランキング2位を記録した。 2004年には、スーパーバイク世界選手権のサポートイベントであるフィム、スーパーストック1000カップに参戦し、ランキング3位を記録、翌2005年も、同カップに継続参戦し、ランキング2位に成績を伸ばした。2006年、ソフォグルはテ,ンテイトホンダチームで、ホンダ CBR600RR を借り、スーパースポーツ世界選手権にフル参戦デビューを果たした。 開幕戦カタールでいきなり表彰台を獲得、第9戦圧戦、第10戦ラウジッツとシーズン2勝を挙げ、シリーズランキング3位でルーキーイヤーを得た。翌2007年シーズンも同チームに残留、ソフォーグルは全13戦中12戦で表彰台に立ち、8勝を収める圧倒的な強さを見せ、トルコ人ライダーとしては史上初となる。 世界チャンピオンに輝いた。2008年 SBK ブランズハッチ2008年はスーパーバイク世界選手権にステップアップし、典型とチームでカルロスチェカと清成隆一をチームメイトにホンダ CBR1000RR を変わることとなった。しかしソフォーグルは新しいマシンへの順応に苦しみ、最高位は第13戦。 マニクールのレース1での9位に止まり、シリーズランキングは18位に終わった。最終戦ポルティマオでは WSS のレースに復帰し、勝利を収めた。2009年、WSS は1 2 0 0 9年シーズンは WSS にフル参戦復帰となった。2度目のタイトル獲得を目指したが、ヤマハのカルクラッチローがチャンピオンを獲得、パーカルガーホンダチームの友人バティにも競り負けて、 ソフォーグルはシーズン3勝でシリーズランキング3位に終わった。典型とチーム在籍5年目を迎えた2010年シーズンも WSS に継続参戦。前年ランキング2位だったラバティがシーズン8勝を挙げる速さを見せたがソフォーグルは前年と同じ3勝に止まったものの前線で表彰台に立つ安定度を見せ11ポイント差でラバティを抑えてチャンピオンに返り咲いた。 WSS の2010年シーズン閉幕後、ソフォーグルは、ロードレース世界選手権、第12戦3割のグップ元2クラスで、自己死した、富澤やすなりの後任として、テクノマグ CIP チームから、シーズン終盤の2戦に出場することとなった。第17戦ポルトガル GP では、デビュー戦にもかかわらずいきなりレースの半分近くを、トップ独走の形で主導権を握り、 終盤はペースを落とすも5位入賞という大きく存在感を見せたレースとなった。続く最終戦バレンシア GP でも優勝争いを展開するがステファンブラドルと絡みコースアウトし惜しくも2戦連続の入賞は逃した。だがこのパフォーマンスが認められ2011年シーズンも同チームからフル参戦することが決定した。ケナンはアダザルで オートバイの販売と修理を手掛ける一家の三男として生まれる。二人の兄もオートバイレーサーとして活躍していたが、長兄のバハッティン・ソフォーグルは2002年10月25日に交通事故に遭い24歳で亡くなった。時系のシナン・ソフォーグルは2006年にはロードレース世界選手権 250cc クラスに2戦、スポット参戦し、地元トルコ GP では19位完走の記録を、 残したが2008年5月9日、サーキットでの練習走行時にクラッシュし頭部に致命傷を負い、兄と同じ24歳で亡くなった。ありがとうございます。